皆さんこんにちは。今回は台湾ノースイースト社のガスブローバックガンステンマーク2をレビューします。まずはパッケージを開けていきます。日本語の取説が同梱されています。わかりやすくて良いですね。本体、ストック、マガジンが入っています。本体にストックを取り付けます。真ん中のボタンを押してスライドさせます。マグウェルの向きを90度変更します。実銃もこのように角度を変えて携帯するみたいですね。マガジンを装着して完了です。ステンマーク2は第二次世界大戦中のイギリスで開発されたサブマシンガンです。台湾のトイガンメーカーノースイースト社がガスブローバックガンでモデルアップしました。主要パーツは金属製で剛性も高く重量感もリアルです。パーカライズドグレーのマットな質感がたまりませんね。グリップはただの鉄板で握ると痛いです。フロントサイトは三角形、リアサイトはピープ式です。調整はできません。マガジンハウジング上にモデル名の刻印があります。マガジン装弾数は32発です。弾込めが硬くて大変です。丸いのローダーが使えなかったので手で装填しました。ホッキングノブが安全装置となっています。ステンはオープンボルト方式のサブマシンガンです。ホッキングするとノブが交代位置で停止します。ホッキングノブを後方でロックすることもできます。レシーバー中央のボタンでセミ、フルオートの切り替えができます。可変ホップアップを調整するにはマガジンハウジングのレバーを引いてバレルジャケットを取り外します。するとアウターバレルが取り出せ、チャンバー部分にホップ調整ダイヤルがあります。それでは実射してみましょう。まずはセミオートから。リコイルが大迫力です。次はフルオート。気温は22度ですが、フルオートはちょっと息切れしますね。距離20メートルでマンターゲットを撃ってみます。ホップ最大でもドロップ気味ですが、マンターゲット上半身には当てられます。フルオートでも撃ってみます。かなりばらけますが、サブマシンガンの迫力は存分に味わえます。初速を測ります。気温は 22.1 度、湿度は 65%。 弾は東京丸井のバイオ BB 弾 0.2g を使用します。平均初速は 79.64 mph、発射回転数は 623.4rpm でした。通常分解してボルトを取り出してみましょう。すごくシンプルな構造ですよね。今回紹介したエアガンはノースイーストのガスガンステンマーク2でした。それではまた。